こんにちは、インセルです。体調良くないですね。多分いろいろ重なったせいだと思いますね。まずココアの飲みすぎもあるんですが、ココア飲みすぎ、ポリフェノール取りすぎで、多分その前も、ね、甘いものを食べ続けてきたんで、そのココアガブ飲み、一気飲みというか、過剰摂取がおそらくね、とどめというか引き金になったというか、はい。ちょっと積み重ね、今までの、ね、積み重ねがあったのかもしれないですね。はい。ですね、急にやっぱ体調不良になるとね、やっぱりそう1日2日で治るもんじゃないですね。はい。で、昨日ほどじゃないんですが、頭もまたちょっと痛かったですし、はい。ココアで二日酔いという形で、はい。子供舌おじさんに、はい、ふさわしいもの、オチといいますか、いつちょっとね、一気にまた気温が上がったのも多分相まって、その季節の変わり目、というほどでもないと思いますが、それも相まってね、ちょっと自律神経もおかしくなってますし、おそらく。風邪のような症状も出てますしね。運動不足ももしかしたらあるかもしれないですね。はい。結構あちこち徘徊してる感じかもしれないですが、思ったよりそんな大した運動量じゃないんでね、はい。徘徊も週に1回、2回行けばいい方なんで、自転車、もうね、そこまで、1日4時間とか走ることもありますが、歩きと自転車じゃ全然やっぱり、自転車まあなんだかんだで楽なんでね、自転車も。坂道上がるときだけ しんどいぐらいで、あとはほぼ乗って、結構軽く漕いでるだけなんで、運動にはなりますが、そこまで大した運動ではないかなと。はい。ですんで、ちょっとね、運動不足、あと食事とか、ちょっとずつね、小さい他の要因がいろいろ、重なってね、ちょっと体調不良みたいな形で、やっぱね、もう大丈夫かこのしんどさはってなるぐらいで、ね、不安になると余計になんかテンション下がってね、はい、ますます悪循環に陥るんで、ちょっとね、はい、管理、自己管理、体調管理しっかりしていかないといけないなと思うんですが、ね、働かないとね、いけないんで、そのうち、はい、生活がね、できなくなるんでね、それも。ちょっとさっき散歩したんで、少しそれで体調良くなったかなと。はい。やっぱりちょっと体動かした方がいいのかなと。運動してる時が一番、歩いてる時が一番なんかマシだった気がします。手足のね、なんかだるさもなかったですし。はい。歩いてるとね、やっぱり普段ちょっと行かないような店というか、宝くじ売り場は普段足止めないんですが、ちょっと歩きだったんで、もうすぐさっと入れたんで、ちょっと削るくじ、その場でできるスクラッチくじ。はい。もし当たったらその生活費にできるんで、一気に高いの当てるより、その確率ある程度確率高くて安い、上限が安い方がずっといいんで、はい。当たらなきゃやっぱりね、意味ないんで。でやったんですよ。その200円のくじやったんですが、なんとね、当たったんですよ。はい。くじ、当たったのが、3つ絵柄揃ったら当たるんですが、5等なんで、200円だったんで、そのくじ。200円が当たったんで、帰ってきただけという、はい。でも、何かね、これ、いい、なんか、こういうのはでも大事ですからね、こういう幸先がいいと言いますか、はい。何かそういうのが当たれば、もう200円のくじで200円が当たったわけですが、意味ないと思いますが、はい。こういうね、こういうのがきっかけになって、ちょっとずつそういう流れが変わっていくというのもありますから、はい。という感じで、ポジティブ思考だけは、はい、とか稼働させて頑張っていきたいと思うんですが、とにかく甘いものは、当分甘いものは控えるという形で、はい、ちょっと今ごめんなさいダジャレみたいになってしまいますが、今そんなつもりは全くなかったんで、はい、当分甘いものは控えるという形で、はい、ちょっと今ね緑茶がちょっと冷蔵庫にあるんですが、はい、緑茶にも結構ポリフェノール含まれてるんで、ちょっとそれ気をつけて、はい、あんま飲みすぎないように賞味期限気をつけながら、ギリギリまで飲んでいきたいと思うんですが、あとちょっとヤクルトも冷蔵庫にあるんで、それも、甘いもんなんで、それは朝ごはん代わりとかに、1日1本ぐらいなら大丈夫かなと。はい。おそらく甘いものを取りすぎで、ちょっと体調不良になってしまったということなんで、治るかどうかちょっと心配ですがね、全然仕事見つからないですね。はい。まだ生活できるだけの蓄えは、そんな計算しないですが、あるとは思うんで、家賃も払ってきたんで、今月分は。
とりあえずは大丈夫なんで、はい、今月が、まあ、来月か、来月分の家賃を払ってきたんで、はい、まだこの先1ヶ月以上はまだ生きられるんですが、まあまあ油断せずにやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。